じゃあ、なんでこういう結果になっちゃってるのかなっていうことで、ここで家庭に戻るんですよね。経済学者は。家庭に戻ります。で、もちろんこれすごいシンプルな家庭です。いろんな家庭しました。例えばもう、財も1種類。消費者も1種類。ね、いろんな人いません。いろんなテイストの人いません。もう、テイストも1種類。企業も1種類。もう、生産関数1種類ね。そういう家庭しました。例えば。それからもう、設備投資とかね。 貯蓄とかもう全然出てきませんもう世の中で生み出されたものはそのまま消費者が食べちゃうか政府が使っちゃうかということでもうこの世の中には一切設備投資や貯蓄もありませんという仮定もしましたそれから税金は一括税100万円とかねじゃがいもかじゃがいも100トンとかね200トンとかっていう感じで、えー、一括税でしたね普通は 比例税とか累進税ですよね。収入がこれだけあれば、労働収入がこれだけあれば、えー、その10%税金として取りますよみたいな、普通はね、比例税とか累進税が普通なん,だなんだけれども、このモデルでは一括税というふうに仮定しました。他にもシンプリファインガサンプション、単純化の仮定を置きましたよ。例えば、G ね。この、さっきも言いましたが、政府による支出、これが人々の公用にも 生産にも影響しないという過程をしました。さっきのね、ノートに戻ってもらうと、例えば、例えばですよ、税金、税金、その一括税じゃなくて、一括税じゃなくて、例えば、比例税でね、税率 t だとしたら、この労働収入の t 分だけ、 T% だけ税金として取られて、で、この G は、そっか、T% パーセントだけ取られるから、残りのね、1マイナス T%、100マイナス T% パーセントが、その可処分所得だとかね、そういう仮定したっていいんですよ。あるいは、税金はちゃんと無駄遣いされるんじゃなくて、一応人々のね、公用の役にも立つとかね、例えば、公用関数の 公用関数のここのところが消費じゃなくて、例えば消費プラス、なんだろその政府が支出する分の、まあ、全部じゃなくて、例えばデルタ,デルタが0.9だったら、その政府が支出する分の9割がね、消費者の例えばその消費の代わりになるとかね、例えばね、政府が図書館作って、そこにガンガンいい本買ってくれたらね、皆さん別に本買う必要なくなってきますからね。政府が えー、プールとかね作ってくれたら皆さんその分ジムでね費やす消費する必要なくなってくるんで,でそういうことでね政府の支出が人々の雇用に影響を与えるっていう過程を作ることだってできますよねあるいは政府が政府の支出これで橋とか発電所とか線路とか作ることによって生産に貢献するっていう過程もすることができるわけでここね K の代わりに例えば K プラス G, まあ、G そのものじゃなくて G×0.9 とか0.8とかねそういうものに置き換えることだってできますよねそうすると政府の支出は生産に企業の生産に貢献するということになるわけですねえっと連立方程式はちょっと複雑になりますがまあまあ性能のいいコンピューターとかソルバーだったら解けますで結果も変わってくるかもしれません何が言い,たいかっていうと何が痛い,いかっていうと一応こういう結果を得たんだけれども そのために我々はたくさんいろんなこう単純化の過程を置きましたよということなんですね。その結果、現実とまあ一応合ってる良い,い結果も出てきたし、現実とちょっと合ってない、良くない結果も出てきちゃったということなんです。で、ここでこの結果を見てね、なんだこんなモデルね非現実的だ。 この過程はちょっと非現実的すぎるっていうのはあんまり批判としてバリッドじゃないんですね例えばこの上の2つの過程見てみましょうか「在が1種類なんて非現実的だ」「公用関数人間が1種類なんて非現実的だ」っていうだけだ「非現実的な過程だ」っていうだけだとちょっとそれは批判としては、えー、っとあんまりあのまとえてないっていうかまとはずみです単純化するのがそのモデルの目的ですから現実的なモデルが良ければね現実見ればいいわけですから モデルを作るってことは一応現実を簡単にね、シンプルに理解したいからモデルを作るんであって、シンプルすぎる、非現実的だっていうのは批判として、バリッドじゃありません。どういう批判がバリッドかというと、どういう批判が妥当かというと、例えばね、こういう批判ですよ。今、税金を一括税というふうにしたけれども、もし比例税だったら、ね、労働収入のうちの 10%、15%、20%、30%が税金として取られますよっていう、もし比例税だったら、重税課されたとしても、みんな余暇を切り詰めて労働時間長くするとは限らないんじゃない今、一括税で、はい、100万円あなたから税金取,れ取りますっていうふうに一括税で取られてるから、おお、生活苦しいよ、たくさん働かなきゃっていうふうに労働時間伸びてるけど、ひょっとしたらもしそれがね、 働いた分に応じて取られる比例税だったら、重税になってもね、ね、もっと長く働こうっていうふうに、生活苦しいからもっと長く働こうっていうふうにならないんじゃないどうせ50%も税金取られちゃうんだから、もうちょっと余暇を楽しもうっていうふうに逆に労働時間短くなるかもしれないじゃん。はい。これは、バリッドなクリティシズムです。OK? 次も行ってみましょうか。今ね、僕たちのモデルだと、 政府支出が増えると、余暇が減ってますけれども、もし人々の公用が政府支出の影響を受けるなもし政府が作っているものが図書館とかスタジアムとかジムとかね、そういう人々の消費の代替になるようなものだったら、政府が支出を増やしたときに人々は図書館あるから本を買うのやめようと、公共のプールがあるからもうジムに行くのは。 費やす事務にお金つかない、やめようって言って、消費を切り詰めて、余暇の方は切り詰めないんじゃないの言い換えれば、労働時間はそんなに伸びないんじゃないのはい、これも批判として、それが本当に正しいかどうかは別として、それは批判としてね、これも一応、バリッドな批判ということになります。だからもう一回繰り返すと、単に、えっ、一種類しか消費者いないのそれちょっと非現実的じゃんとかね、えっ、全然貯蓄ないのそれ非現実的じゃんっていう、非現実的だけって、 だと批判にならなくて、あなたが出てきたその導き出した結果実はその過程に依存しちゃってんじゃないの？これがね、バリッドなクリティシズムということになります。でもう一つのね、経済学はもう一つの発展していく方向としては、そのモデルの悪いとこね、消費支出を政府の支出を増やしたときに消費がね下がっちゃう、賃金が下がっちゃう。 そういう、なんか、現実の世の中と反対方向に行っちゃってる場合に、あれちょっとモデル弱いなってことになるんだけれども、そこで、ここをこういうふうに直せば、そこ改善するかもよ。これは、あの、グッドペーパーね。ケーなんか、一種類しか人いないなんて、ちょっと非現実的だから、二種類に、人二種類にしてみましたとかっていうのは、全然いい研究じゃなくて、そうじゃなくて、例えば、ちゃんとモチベーションがあってね、ちゃんとモチベーションがあって、例えば、 今の家庭だと、あなたの家庭だと、政府が政府支出を増やしても、企業の生産には影響しないっていう仮定をしてるけれども、そこをね、政府が支出すると、橋とか道路を作ると、企業の生産性も高めるという仮定にすれば、政府支出を増やしたときに、生産性もどんどんね、高まっていくので、労働自由が増えたときにね、それとともに賃金下がらないかもよと。逆に賃金は、 上がるかもよ。これはグッドペーパーパね。そういうちゃんとしたモチベーションのストーリーがあればそれは、えー、いい研究ということになります。